随心院は、京都市山科区小野にある神言宗全通寺派、大本山。開山は、小野流の開祖として知られる、人外僧正。本尊は、如意林観世音菩薩。寺門は、九条富士。当時の位置する小野地区は、小野市の根拠地とされ、随心院は、小野小町ゆかりの寺としても知られる。小野小町と少々の淡い恋物語を綴った。 呉市門水市民は、そもそもは人外が創建した、牛飛山マンダラ寺の達中であった。人外は、新言州小の流の祖である。上泉園にて、雨乞いの祈祷を9回行い、その度に雨を降らせたとされ、雨草城の通称があった。マンダラ寺は人外が一条天皇から、おのし邸宅の隣を寺地として下しされ、省略2年に建立した寺である。伝承によれば、 人外は夢で亡き母親が牛に生まれ変わっていることを知りその牛を飼育したがほどなく死んだ。それを悲しみその牛の皮に了解曼ダラを描き本尊としたことにちなんで牛飛マ曼ダラ児と名付けたという。なお、これと似た説話は古辞団にもあるが、そこでは牛になったのは人外の母ではなく父とされている。第五世十字の増春の時代に、 マンダラ寺の達中の一つとして、随心院が建てられた。続く六世権限の時には、純徳天皇、五堀川天皇、四条天皇の祈願書となっている。当時長者や東大寺別当を務めた七世親元の突起、寒義元年に、五堀川天皇の戦時により、門跡寺院となった。その後一条家、二条家、九条家などの出身者が多く入寺している。 その後多くのランが建造され、山城国、張馬国、木の国などに多くの事業を有したが、上級の乱、王人の乱によりほとんど消失した。随身院史略によれば、王人の乱後は、寺地球場から橋や、小国寺近辺などへ、たびたび移転している。その後、慶長4年、24世造高の時、マンダラジの古地に本堂が再興されている。 江戸時代中期の門跡であった行岩尾は、関白、九条多ク日の子で大僧正に至ったが、九条近本が溶接したことを受けて、官報を三年連続し、九条正日と名乗って、関白、大乗大臣の位に至っている。新言集各派は明治以降、対立と分派、合同を繰り返した。尾室派、第五派、大覚寺派等が分立した後も随心院は、 新言州にとどまっていたが、1907年には、当時の新言州が解消されて山品派、小野派、当時派、千入寺派として独立。随心院は小野派本山となった。その後1931年には、新言州小野派を新言州全通寺派と解消。1941年には、全通寺が総本山に昇格した。現在は州、衆祖、 空海の生誕地に立つ全通寺が全通寺派、総本山、随心院は、同派大本山と位置づけられ、全通寺には、館長が重視、随心院には、農家が置かれている。近年、1973年には、跳ねず、踊りを始めたり、2003年には、ミスコ町コンテスト、2008年にライトアップ、2009年には、若手アーティスト、だルマ商店による、 国際式媒に多い小町絵図という障壁画を取り入れたりと新しい仏閣像を作り出している。また、2017年7月より、第12代ミス小野小町の吉川舞がデザインした小町ちゃんが随身院の公式キャラクターとして登場している。小野小町下避、小野梅園小野小町は絶世の美女として知られており、美人の代名詞とも言える人物である。 随心院が所在するおのは、おの氏の一族が栄えたところであり、宮中で人名天皇に仕え家人として知られる。おの小町もこの地の出で宮中を退いて後も過ごしたと、される。随心院には、小町の晩年の姿とされる外葉小町像をはじめ、文塚化、化粧井戸などいくつかの遺跡が残る。化粧井戸文塚重要文化財指定物件以外にも、仏像、 ふすまいなど貴重な時報を有する。年間行事及び、境内の花の季節毎月行事毎月1日5日、清滝根源社が津波方へ毎月1日16日、換気天翼油とも毎月17日、社協、宇つし仏法の法へ随時行事宇つし仏、社協は随時受付、空海新宮美玄、ひと消防官、 ケンジュンスケモトタカシニンガイセイソン、ハンシュンゲンサトシゾウシュンモンゼキジインして、ホッソクケンゲンオヤゲンゲンカイ、センイワオシュンゲンイワオメグミセイゲンイワオヤ、ケイゲンツーゲンテラシゲンイワオアキラユーゲン、イワオタカラモジ、ゲンタダシゲンセンチョウチョウセイゾウコウサカゲンシュンカイ、キョウイワオゾウ、モリキヨシツヨシサイキキョクガシャクタカシトウワダチマン、サイキホ従うハシクウ、 重松博勝湯崎博連成館前玉島見宮美、池田隆順連成吉高高、吉成淳水谷治夫、亀賀亜紀来へ、亀賀亜亭大庭園水深院ミス小野小町、コンテストミス小野小町。ありがとうございます。